でも、いや、でも、この、でも、皆さんはこのような番組を見たことがありますか？テレビで、インターネットで、ウクライナ避難民の、の話について、そう。聞いてませんけれど、教育の程度で決めたんじゃなくて、日本に、家族とか友達とか、なんかこうサポートする人がいる場合に来る人が優先なんじゃないですか。例えば日本に、来ている学生、ウクライナ人の学生さんが家族だとか娘だとか、そういう人だとちょっと聞いたので、日本の政府が学歴があるとか技術があるとかで選んだとは思いませんけれど、一番最初は日本政府はウクライナの避難民たちに日本に来る希望はありますかと聞いたそうです。はい、そうですね。聞いて日本に来る意思のある方に一時的な、ビザを発行して来るようにしたところまでは聞きました。ウクライナで日本語を勉強しているとか、そういう希望者とかサポートができそうな人ということで、日本政府が選んでるとは聞きません。今はちょっと分かりません。はい、でも多分ちょっと日本政府はちょっとエデュケーションの数はちょっと限られてますね。ちょっともうそんなにすぐ永住権なんですか？はい、でもちょっと状況はちょっと複雑ですね。でも僕が聞いたように2000人の日本の政府は2000人のウクライナの避難民を受け入れていますね。僕はそれは永住権という意味で、永住権は多分違うと思います。そのウクライナ人の人たちは、戦争なりこう戦闘が収まったら自分は帰りたいとか他のところに来たいと、まだ決めてるわけ。永住権というのはもうずっとそこにいるっていう意味ですから、アメリカに行くとか。あ、そうですね。そういう感じですか。永住権じゃないと思います。居住権とか、はい、あるいは、はい、一時的なビザだとは聞きましたよ。だからそれが1年なのか、1年、とりあえず1年が期限で、その後また延長するかどうか。その場合でも今回のウクライナがの場合は今までと比べても特別に早くて手厚かったようです。そうですね。シリアとかね、アフガニスタン、何もしてないから、日本政府前は。はい、でも多分なウクライナに教育の水準はとても高くて、だから